夕方になりました。楽しみに待ってた、こう、何時間経ったっけ？ 6 時間弱ぐらい経ちました。熱々のお米と、あっちあっちの、お味噌汁入ってます。これロックサレンダー下にすげえ、ほら、ここがカチッとここで動かないみたい。まあぬるくてもね、まあ食べますよ。でもまあ暑いでしょう。でも初めてなんで、これで熱々、あれ？あ、ポン酢で食うか。卵飯醤油っていう。熱いかな？これ一番上入ってないおかずだから。あ、なんか汗かいてる。これが米。はお味噌スープ。あ、入んなくなってんのこれ。へえ。あ、じゃあ形入れるか。すでにね、これ持った感じがね、まだあっちい。GoPro にはやられたわ。くっそ。あっちの GoPro。まあ、GoPro のせいじゃないんですけどね。まあ、カードに問題があったっつ。ちょっとこの皮めっちゃヘビっぽい。では命に感謝していただきます。ごめんなさい。ではった感じ、熱いよこれは。あの熱々とはいかないけども熱いです、スープ。これも熱々じゃないのかな。湯が出てんな。いただきます。熱々じゃないけど、あのね、熱いっちゃ熱い、でも熱々ではない。ぬるいっちゃぬるい、でもめちゃめちゃぬるくもないって感じ。気に入った。うん、熱い。一気しろって言われて熱くて飲めないんだ、これは。お外でこれだけ飲む、熱いの食べれたらもう最高でしょう。うん、
弁当の盛り付けとか見てました。ご飯多いぞこれ。ただちょっとスープはね少ない。弁当ってちょっとしたおかずが美味しく感じるね。よし、まあ外だとこれくらいの温度で十分でしょ。ケチなんで1個しか入れてない。ね、こういう時に限ってこう寒くなってくるんですよね、外でね。ね、これはおかずなんですね。まあ、入れてないけど。このちっちゃい入れ物にどんな感じで入れようかなと思って見てたんですよ。丸い弁当箱ってどういう風に入れるのかなと思って。緑とか赤とか黄色とか入れるとやっぱり綺麗に見えますね。食欲そそるというか。もっちゃ暑いのかなと思ったけど、まあ、まあさ9時に寝て5時間だと2時間
まあ朝食わないからね。あったら食うけど、そんなに朝って腹減らないですよね。多分2000円ぐらいだった。この弁当。弁当だから。わあ。よし。10時に出たら、10、11、12、1。でも朝ごはん食べなかったらすぐお昼ぐらいにお腹空いてくるんですよね。朝ごはん食べなかったら空くけど、朝ごはん食べても見ちゃうから、まあ、朝ごはん食べないで出かけよう。でお腹空かして弁当を美味しく食べる。そうしよう。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、一分一秒大切に、残り限られた人生を地球のため、動物のために使ってください。終わりは突然やってきます。